そちらもみてです。今回は心霊企画です。イエイ。ということで雰囲気を出して真っ暗にしました。今の時間は夜中の3時17分。見えるかな。ういこれうい見て反対になっちゃった。ぼやけるね。あ、見えてます。はい、3時17分です。今夜中なんで一応声は小声でお願いします。で、今日やっていくのは一人かくれんぼ。怖いけど一人かくれんぼね。ルール見ないと。ルールね、あんま分かってないんだよね、一人かくれんぼはね。まず用意するもの見るか。用意するもの、ぬいぐるみ、糸、はいはい、まああります。用意しました。ぬいぐるみは知ってたわね。用意しました。まず下準備としてぬいぐるみに名前をつけ、あれ待って、俺のぬいぐるみがなくなった。あたたたた、はい、はいはい、これうおー怖い。この子海遊館で買った。はい、こいつに名前をつける。名前、ジンベータ、オッケー、ジンベータ。はい、名前をつけます。で、で、ぬいぐるみに対して最初の鬼は〇〇、自分の名前、俺ラマンですね。最初の鬼はラマンだからと3回浴室に行き、水を張った風呂桶にぬいぐるみを入れると。では、次、家中の照明をすべて消してテレビだけつけ待って、俺の部屋テレビないんだけど企画だ。俺じゃん。俺の部屋テレビない。積んだ。あー、次見ていきましょう。刃物を持って風呂場に行き、ジンベータ見つけたと言って刺す。で、塩水は、あ、まあ大体、まあみんな知ってるよね。てか待って、テレビないんだけど。終わったじゃん。終わったんだけど。もうそろそろ俺もう3時20分で寝ないといけないしさ。終わったよね。どうしようね。ね、どうする、ジンベータどうする。やめた方がいいんじゃ。そうだよね。やめよう。やめます。一人かくれんぼやめます。みんなもやめましょう、こういうのはね。こういうのやめましょう。怖いんで。みんなもっと楽しく生きよう。ってことで、一人かくれんぼはやんないということで、今日の企画は終わりたいと思います。もうね、お化けも大変だと思うから、みんなやめようね。お化けで遊ぶのやめよう。夜中の3時なんで、もしかしたらこれ喋ってるだけでなんか音聞こえたり、入ってたりするかもしれないけど、怖い。やめます。また別のホラーやろうね。そうしよう。僕お腹切られるのやだ。そうだよね。やめよう。もしなんか別の恒例術あったら教えてください。なんかホラー系やりたいんだよね、夏だから。みんな教えてね。はい、教えてね。ということで終わります。よし、よかったらチャンネル登録とかよろしくお願いします。でもコメントにグッドボタンとかコメントにお願いします。あれ、コメントにあれ恒例術書いてください。お願いします。では今日の動画はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。それでは。